えー、こんにちは、荒木和弘です。令和三年一月二十三日、えー、土曜日のショートメッセージをお送りします。今日お話しするのは、えー、駐在部官、防衛駐在官のお話です、えー。と言われても、ちょっとわかりにくい方いるかと思うんですけども、まあ、大使館に勤務している軍人という言い方で言えば、わかると思います。 え各国どこの軍隊でもですね外国に駐在武官というのを送って大使館にいてですねそして軍と軍の関係とか軍事情報の収集とかまあそういうことをやっているんですね。でえ日本の場合しかしすごい特殊なことがあります。実はあのそれぞれぞの,の国に行っってているまあ自衛衛隊から行っているまあ防衛駐在官という 言い方になるんですけども、まあ、駐在武官なんですが、えー、この人たちというのはですね、実は自衛官ではないんです。えー、自衛官でないってどういう意味かっていうと、その中防衛駐在官で赴任する時にですね、防衛省の席が外れて、そしてえ外務省の職員ということで向こうに行くということになっています。で、えー、制服は着ていいとかまあそういうようなですね、ともかく一応軍人らしく見せる。 ことはしていいことになっていますが現実には外務省の職員という身分なんですねで、えー、情報のやり取りもこれもおそらくご存じない方が多いと思うんですがあの防衛駐在官が直接ですね、えー、防衛省自衛隊に情報を送ることは原則禁止ですで必ず大使館から外務省を経由して防衛省に行かなきゃいけない えですから本当はこうやけば簡単なものがこう言ってこう言ってこう言ってい <laughs> くわけでそうすると <laughs> まあ都合の悪い情報はですね外務省に都合の悪い情報はどん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 途中で削られますで悪意がなくても大体外務省の職員でですね軍事のことなんか分かっている人間なんかほとんどいませんからでそうするとどうなるかっていうともう伝言ゲームやってる間に情報はどんどん大事な部分がですね削られていくということがまあまあある。 ということですで防衛省に来たら防衛省に来たで今度は内局でいじくったりすればですねもうますます意味がなくなっていくとこれどうしてこうなったかと普通の国はそうじゃありません普通の国の駐在武官というのはその軍に所属したままで派遣をされますですから情報もですね直接あの自分の軍に送ることができるそうしなかったそうなってない理由というのはまあその休軍の時に まあ情報ですね、えー、軍の方が独占して、えー、それが暴走につながったというような理由になっているようですだけどこれは実際に軍事絡みのことが起きた時にはものすごいあの障害になりうることですよねで、えーまあ、今までもおそらくかなりいろんな障害は出てきているんだというふうに思いますこれ絶対にどっかで、えー、直さなければいけない。 ととといいううことなんだろうと思いま,すでまあ私もあの駐在武官をされた方で、まあ、知り合いの方、まあ、何人もおられて皆さん本当に一生懸命その職務をですね遂行されているんですけども個々の人たちがそんなふうに一生懸命にやってもですねこのシステムがこんなシステムでは絶対にどうしようもないというふうに思います。ですから是非、まあ、ですねここは直さなきゃいけない。 でこれしかし、外務省にとっては、ですねもう聖域みたいなもんですから、おそらく自分たちから手放しますなんてことは絶対に言わないだろうと思います。外から圧力をかけるしかないんですね。で、えー、そもそもですねあの戦前の時の暴走の責任とかなんとか言うんであれば、開、えー、戦の時のあの通告をですね、ハワイの、あハワイじゃあのワシントンの大使館が、 ボケ、えー、てて時間を遅らせたためにですね騙し討ちということになってしまったというこれおそらくあの時のボケていた外務省のミスであの死ななくてもいい人が場合によっては100万人とかですね何十万人とか死んだということになっているはずです。 だからその責任を取らなきゃいけないのに、その責任は取らず、責任者は後に次官になったりしていると、まあ、これはあの占領したアメリカがあ自分たちに都合のいい人間を出世させたということだったんだろうと思います。えー、しかし、まあ、そんなことともかくやってるわけですから、えー、人のことは文句言えねえだろうと、でこれから先、その軍事的な問題でも何が起きるか分かりません。そのの時にです、ね、防衛駐在官からあ 重要な情報が、えー、外務省を経由して伝言ゲームで伝わっていくということはもう本当にですねこれ国家の危機に至る可能性だってあると思います、えー、ぜひあのこれをご覧の方あのまたさまざまな形で世論を上げていただきたいというふうに思いますで、えー、そういう国際的なことから言いますとね、えーまあ、そもそも自衛隊っていう名前自体がおかしいですよね セルフディフェンスフォースってねこんなもん外国行ったって分かりませんあの UB ケブルリボンの会の副代表でもある伊藤助康元海上自衛隊特警隊の専任小隊長が外国の将軍と会ってですね話している時に「お前の国はすごいな」って言われた、えー、何だろうかと思ったらばんだ自警団が戦車持ってるのかと。 いう話だったということでしたまあ、本当にその通りでですねだからまあみんな基本的には外行けば外国行けばまあアーミーネイビーエアフォースというふうに言ってるわけですけども元もともうですねこういうごまかしはやめた方がいいんじゃないかなと思いますちなみにまあせっかくこれまでずっとごまかしてきたんだからごまかしをもうちょっとうまく使えないかということで 1>, 1月2日にあの調査会ニュースに書いた初夢というのはそんなあのまあ冗談半分の案ではあります。これ、映像教育研究会の稲川和夫さんがあの私に全く無断でご自分で音声を吹き込んで YouTube に載っけてくださいました。ありがとうございます。ここれあのこのあの説明のとこに あのリンク貼ってありますんで、えーまあ、お暇な方はそちらもご覧ください。まあ、あのとにもかくにも、ですね、えー、やはり今までいろんなことをですね、あのごまかして、そして繕ってきたことは、もうそろそろもう全部リセットする時じゃないかと、まあ、今もういろんなことがですね、リセットされてるんですから、もうついでにやってしまおうというふうに思います。ごご協力をよろしししくお願いいまます。今日もありがとうございました。